ブズチャンネル登録者72万人記念。イエーイ。ついに迎えました、この時を。めちゃくちゃ長かったな。いやー、長かった、うん、結構時間かかった。もうだって3、4ヶ月ぶりぐらいじゃん。3ヶ月ぶりです。ほんまにやん、これね。それぐらいやっぱ1万人は重かった、うん、まあ重いな、まあ、1万人ってすごい人ですからね、うん、なかなか増えずに、やっとね1万人増えて3ヶ月間で、はい、分かった。だから、できれば見てる人登録してほしいんですよ、チャンネルに。そうですね、まあ、君やで。サブチャンネル結構更新率高くなってるんで、あのメインが出ない時はサブ出ます。で、基本的に19時半にメインプレミア公開するんですけど、サブも同様にメイン出された時はプレミア公開しようと思ってるんで、うん、もうそれ覚えとってください、はい、基本的にはそれやっていこうと思ってて、はい、一応フルテロップ目指してます。うわ、はい、もう僕たちメインチャンネルが休みの日もメインチャンネル級のサブが上がるっていうイメージですね。まあ、メインは 90%100% ぐらいのクオリティ、まあ、80%ぐらい、はいはい、でサブは70%ぐらいのやつのイメージです。だから今後ねサブチャンネル本当気合入れていくので、チャンネル登録は絶対しといてください。じゃなかったらこの回開かれないんで。で、ロケマサなんですけど、なんとですね、あいつもうバカなんでこのすごい記念があるっていうのに相馬さんのチャンネルに行っちゃってるんですよ。まあそうですね、浮気っすね。相馬さんのチャンネルの再生少ないな、このチャンネルこっちの方が大事やのに、こっちの数字取るのに、数字取るとこにいないって。やっぱり嗅覚なんて、フォワードってそうやんか、点取り合って嗅覚だから、あいつ何違うやん、こっちの方がボールが集まるわけやん。やのにここにいないってこと、あいつもフォワードしか最後ない。ボランチか、そう、せめてリングオブルーですね、ボランチだったら変身させとこう、あいつということでなくて、代わりにミッキー来てくれてると。ミッキーありがとう。まあミッキーもこれからもほぼレギュラーみたいなもんでやっていくんで、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ食べていきますか。それは注文しよう。赤から鍋ね、久しぶりやな、この回。確かに初めてです。うわ、これ行きたいな。うわ、指さすな。綺麗です、これ僕さっき入ってすぐこれめっちゃ美味しそうだったんですよ。ほんならメニューさんが、お前ガキやな。でもミッキーこれじゃん。僕こっちやから。俺こっちや、絶対ラブっすよ。メロンが俺ミッキーのチーム。あ、そういえばガイランの方に最近発売した日焼け止めクリーム、リエゾンドビューティー新アイテム、ようやく販売で日焼け止め欲しかったね、出ました。まあ見てください、今日だけください。あげるわ、全然やった。でも本当最近ね、こうメインとサブの両立が基本できてて、一応イメージとしては言ってなかったからちょっと理解してほしいんですけど、まあこのチャンネル見てると結構僕たちの濃いファンの方だと思うので理解してほしいんですけど、メインチャンネルはもう1時間超えばっかりなんですよ。さすがに編集がもう本当にヤバくて、毎日投稿はもう無理です。1日2日上げたら1日休み、これを繰り返していこうかなと。だから出して休みで、これ休みの時にサブチャンネルが上がります、はい、結果実質出してるんですよ全部。だから3日に1回サブチャンネルが上がると思っとってもらったら、基本的には。ただ本当に無理な時は3時間の時の動画とかあるんですよ、とかはもう出して1本ですぐ休んじゃう可能性もあります。でもその時にサブが出るんで変わるんで、だから何かしら動画出ると思ってください。でどっちもフルテロでいこうと思ってるんで、できる限り。そうですね、それ目標にしてます。ただ本当動画の時間がね、怖いぐらい長い時あるんで。最近やって、素材がね16時間とかある時があるんです。だから要は2視点でやってて8時間8時間あったら16時間ですよ。まあまあそうですよ。それカットからさとしたらもうどえらくなるんですよ。で、カット後でも3時間とかあったら、テロップ3時間フルテロップ入れようと思ったら死んじゃうんですよ、人が1人ぐらい。死んじゃう。だから毎回動画1本できるから人死んでるんですよ、会社。ほんまに死んじゃう。カツカツ誰に補充してるんで、すごいんですよ、この会社。すごいな、すごい兵隊ですね。そうっす。でもそれぐらい本当頑張ってはいるんで、でも最近こう満足度も上がってきてて、確かに。なんか本当いい感じかなって気がします。サブだからこそできる、なんかこの、まあ、あります、ゆるみたいな、みんなが楽しめるやつあるじゃないですか。プレッシャーないですからね、サブの方が。でもサブやからといってこうスマブラばっかやりすぎないとかね。確かに、確かに、それはやめよう。そうでもそれで言って最近だからスマブラ名人と光が、あ、そう、最近ねすごいことが起きまして名人の人生史上なかったことが最近起きたんですよ。僕と名人が何気なくスマブラしてて、俺が名人俺に勝ったら10万あげるわって言ったの、うん、でそれでやっとったらロケマサが途中で名人負けた時なんかないんですかみたいな、うん、まあ、じゃあ何しようかなと思った時に、俺ちょうどその日とある人間のチャンネルに誘われてて、じゃあ俺に負けたら名人そこに単独で行ってきてみたいなってなったんですよ。で結局名人負けて、3回あっても3回とも負けたんですよ名人で。まあさすがに単独開催があるということで、俺と宮里さんのチャンネルの堤さんの3人で本当に単純が行ってきました。そこね、まあ、20人くらいいたんですけど、まあ、名人お酒結構飲んでましたよ。クライナーも多分7本8本飲んだんじゃない、クライナーだけで。すごいやん。で梅酒も 2,3 杯飲んで、レニブル歌ってましたからね。新聞のレディブルこのレディさんが、で僕なんか始まってちょっとしたぐらいに誕生日会にいる人から LINE が来て、名人が倒れてる写真が来て、まあでもあれ演技っす、名人が倒れたんで迎えに来てくださいあれは演技っす、呼び出すため呼び出すため、佐々木さんをあの呼び出すための演技っす。それ見破ったの？いや見破ってないですけど、あ、そのままで大丈夫ですでも本当に結構長い時間、名人もすぐ帰るんだと思ったけど意外に長くて、
え、どれがおったの？結構ガチ5時間おったんだよ。5時間僕最後までいました。楽しみすぎる。楽しかったメイン。楽しかったっすよ。え、仲良くなったんだろ、他のポッタ人と。本当に堤さんとずっとおったんや。大体、はい。え、帰りたくならなかったんですか、途中で、ね、帰りたいっていうか、その最初から行きたくないから建て前として。ずっと歌いたいもんね。歌はどういう流れで歌うことになったんですか。まあ、一応歌ってくれみたいに言われたん。いや、俺が勝手に入れたの。あ、確かに歌いやすい。歌い出したって歌えよ。名人ブレイク。他の歌も若干歌ったけど、名人ブレイク。その下、じゃあ、72万人記念で乾杯。乾杯。おはようございます。おっしゃ、いただきます。いただきます。宮崎やす。あ、うまうまうま。トウモロコシ入っとるやん、これ。もう最近トウモロコシブームって書いてヤングコーン貼ったら、それトウモロコシじゃないですよって突っ込まれて、それでブロックしてました。え、違うの？何なんすかね、あれ。でもコーンなんでトウモロコシでしょ。確かに調べた方がいい。ミキ調べて、それはマスやろ。ググっていくかい。ヤングコーンはトウモロコシなのか調べて。俺が間違ったのかどうか調べてほしい。ベビーコーンはクッキーがまだ小さく未熟である間に早期に収穫されるトウモロコシから作った穀物です。生育したトウモロコシは対照的に、それは通常丸ごとに食べられます。トウモロコシなんて。トウモロコシね、あっといな。ドロップしよかった。うっさいけど、聞いてないけど、ほんまそんなんでしょ、やばいやろ、俺が。でも自信満々に指摘するんやったら、ソースとかで。でも、ロケマサのツイートで、それこそ俺のやつ、なんか、もう3日目ぐらいに通るけどな。アンチができたけど、ね、DM で、俺に対して、口臭いみたいな。2個目、2個目、分かるんか。会ったことある人なんじゃないか。絶対ないやろ。そう、身内。で、だから DM で来たの。これ3日目です、みたいな。3日目しか来てへんけど、全部臭いってやったの。アンチコメント。でもそれ身内っすよ。で、身内じゃない。わかんない。あたかさん当たりちゃう。あたかさん。あたかさん俺匂いなんてだって合わないとわかんないですよ。うわ、めっちゃ俺量すごっ。これ5個食えても。いや、これ5個分じゃん。これ1個。やばい、25個でしょ。でかいって怖くて。すごい。ポテトマジうまい、これ。体に悪そうな味めっちゃ好きやわ。カリフルにやば。我々はやっぱ格闘技続けてるんで。今日も行ってきましたよ。もうルーティンですね。本当に。行かない禁止の話なんで。避難所属です。でもあの肉体手に入れたら確かにそうなる気持ちは分かりますけどね。はい、でもあの番組も進めてますよ。僕の番組ですか。はい。ちょっとタイトル捧げようっていう。もう捧げよう。誰も出んよ。誰かにチャレンジする人がいっぱい集めたの。勝てば大変。マジで佐々木さん。でも連戦しか。連戦。一日一日。そう当たり。実戦ぐらいやるんですか。一日。5分間のインターバル休憩あって。やばいっす。でも実は名人とも一回スパーリングしたんですよ。え？だって。いや、なりました。もう本当名人が、いや、僕余裕で勝てるんですかみたいな言ってたじゃん。10キロ体重上なんで、ボコボコにしちゃいました。で、手応えか。でも2ヶ月やれば、え、追いつくでしょ。追いつくんや。どっちが強いって、名人さ、ポテンシャルどっちが強い。僕っす。自分で。でもセンスあったからね、確かに。でもまあ2ヶ月続けれないですね、多分本当に。まあ、それはそう。あれは怪我しますもん、絶対。佐々木さんも言ってましたけど、それを抱えながらもう耐えると続けてるのがやばいです。メインそれでやろうとは思わなかった。楽しかったですけど、やっぱ続けるのはきついっす。あれって週2とか週1ぐらいでもああいう体で最初になるんですか。体目的やめた方がいいですよ。誰に見せるんですか。もういやいや、かっこいいからなりたいじゃん、別に。誰のために鍛えるんですか。いや、やりたい。自分のためやつ、それは。自分で鏡で見るってことですか、毎日。いや、毎日でもだらしない体の方がモテるって説あるじゃん、これ実は。え、そうなん。鍛えとうから嫌って人おるから。いや、ね、いますよ。なるほど。ムキムキ嫌って人だから、ちょっとぐらいの方がいいぐらい。アールちゃん言ってました、ムキムキ嫌って。アールちゃんが参考でって、俺全部持たないんですよ。アールちゃん言ってたかどうか知らんけど、もっとおるやん、言ったら。だから好みやから結構お腹ちょっと出とうぐらいがいいっていう人、うん、結構いるんですよね。なんかあれ、なんだ、子がいますよ。いる。でも実際男もそうやから、ちょっとムチッとした方がいいっていう、うん、まあ女の子は確かに腹筋とか割れとったらちょっとあれかも。俺はだからちょっと肉付きがいい方がいいんですよ、俺。女の子あ、分かるです。ガリガリって絶対嫌や。でも最近、ミッキーとロケマスとも俺飲み行ったことがあって、ロケマスが大暴れしちゃったの。ミッキーグデングデンみたいな、こんな感じだったけど、ロケマスは名前は出せんねんけど、とある女の子ともう二人の手が入り込んで、もう夢の中で撮ってほんまに。ちょっともう見れへんの。いや、結構飲んどったろ、二人は。結構飲みました、それは。いや、なんかその、何人かおって、5人おったとしたら、8人は話しておけ。2人だけで、もう別の世界におって。もう完全に。すげえ。ウィールドできました、もう。フリ感がもう、めっちゃ近かったですもんね。すごかった。そうなんや。楽しみだったんや、6人は。マジマジ。肩外れるんじゃないかって、これがこう。天使のマジで、ほんまに。すごい方向に腕いくな、みたいな。勝てる。
ずっと喋ってましたからなんか俺はまあ、そんな喋ることあるんやなと思って。いやそう、めっちゃ盛り上がったし、俺ともお前喋らんない、携帯電話見ながらな、盛り上がったすごかったマジで。これ80万年記念行ったらまたやるんですか。やりますよ、やりますよ。うわ、でもミッキーが加わったんでまだちょっとルール変更あれですよね。3対3になりますね。これ70万人記念とか10万人記念ごとにもうビッグイベントが繰り広げられるんですね。そう、80万人は80万来ないね。え、だって僕その70万人記念で勝って、うん、この金の70万円のネックレス買ったの。え、対戦内容は何なんですか。スマブラ、スマブラ。え、あれ一発勝負じゃなかったっけ。3回でしたっけ。3回で勝ってジャンプでドンキーチャレンジ、あれね、ドンキーチャレンジ。ああそうや、これデカすぎるな。それ言ったら100万人おられたらなんか作るってやつだもん。100万円の全員のブレスレットが分からん、リングが分からん、それをうわオリジナル。じゃあ600万円かかる。球場高橋な、誰か増えたんや。1人10分ぐらいで十分めっちゃいいやつですけどね。1人100万はやばいな。いやもう俺がつけようと思ったらそれぐらいじゃなくてちょっともうつけへん。それ言っとったやん。自分がつけたいのもそれぐらいの値段からやと思う。俺だけちょっと装飾品で間違って1000万ぐらい行ってもらおうかもしれない。いや事故で行くんですか。熱くないやん全然。マイさん今見たポケモン見た。じゃあ決め顔してる。鍋に前さ、カメラの鍋の顔やできない、やってないです、別に意識してないです。意識せずにやれてたんですか。出るってもういいな。うわー、あーやば、うわー、うまそう。これ、これちょっと火読めないです。これ、エグぐらいのグツグツっすよ。ちゃんと前やねん。ないですね。じゃあ、もったいよ。初めてあったのに。え、かっかい、各界高齢ですか、高齢ですか、各界から。関西みんな食っとんじゃん。各界でもリボコ敵やん。キングダム超の腹筋やん。あれよく言ってました、キングダとか言ってました。鍋は見たことないですか、キングダは。まああるけどレベチやから。マジでうまい。だし飲んで、これがもうレベルが違うから。メレンゲ、メレンゲ、あ、レンゲ。え、甘い、意外と辛くないですか、これ。美味しい。選べるで辛さは。俺がゼロ番選んだから辛くないけど、ずっと辛いね。こう1番、2番とかやったらちょっとピリ辛になるみたいな。揚げがっていうのは揚げ、うん、ウーバーでもあるんですよ、これ。うん、これうまいっすよ、ね、うまいっすよね、ウーバー。僕このモッツがめっちゃ好きなんですよ。あ、それうまいっすね。うまっ、うまっ。やっぱこれやな、薄いもんね。でこの油揚げの味が染み込んだ感じ、死ぬほどうまいやな、これ。うん、最近さ、ロケマサがさ、はっちゃけ言ってたのが、実はめちゃくちゃファン減っていっとんじゃないか説もあると思って。なんかこう、はっちゃけで成功するタイプ、はっちゃけで。いや、俺はそれめっちゃ思っとるタイプ俺やか。実はロケマサはっちゃけの方がいいんじゃないかって説出てきたやんか。いや、実はの方が絶対はっちゃけの方がいいと思う、俺は。どう思いますよ、5人でどう思うか。俺は最近その傾向あるんじゃないかと思って、まあ、若い部分こうはっちゃけでもいいんじゃないかと思ってたんやけど、向いてへんわけじゃないと思うんだけど、こうファンの見方的にはなんか違うんじゃないか。ロケマサちょっとアイドルっぽさあるやん、正統派の。正直でも光と待って全然違うから、はっちゃけ買っただと思うんですよ。動画用にはっちゃけるパターンと死に主欲ではっちゃけるパターン。あいつガチやもんな。そう、死に主欲ではっちゃけてるから。でもロケマンって逆に演技できないタイプじゃないですか。確かに、キャラ露骨に出てまう、作り込めへんタイプ。ほんまにそのまま言ってる。確かに、光くんってこうはっちゃけても最後それをなんかこう丸っと回収するじゃないですか。はい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 。そこがない感じだと思いますけど、難しいですよね。バーレスクぐらいは良かったですけど、他はちょっと。でもバーレスクは確かに全然おもろかった。だから女性関係はあんまりない方がいいんかなって説が出てきたの。もうちょっと試すのもありですけどね。俺らでも攻めた方が面白い。俺ら見た方が面白いけど、視聴者がそれでこう、ロケマサのファンの曲やったらあんまり良くはないもんな。俺のファンの人みんな俺に諦めとうからな。そこまで突っ放れるかっすよね、もう。だからそういうキャラじゃないですもんね。まあ、キャラは確かにな。全然そこは違うと思います。ミッキーとの相性はめっちゃいいと思うけど、ロケマサ。そうですね。カーミアフルとはもう。メイジさんで違う席に誰か飯誘ったことあるんですか。ない。はい、いや。ロケマサ2人飯食うってある？一回だけ記憶では。楽しかった。いや。いやって言うことも確かに楽しくないやん。この間なんか3人で行ってたんですよ、ラーメン屋に。なんか僕が自分で言うと終わりやったから待っててくれて、合わせた3人で行ってたんですけど、男気じゃんけんして買ったら、あ、あれか、そのホールで定時に買ってラーメン屋のに6000円ぐらい。めっちゃ鬼注文して。ロケマサって結構外食の時鬼注文しますよね。鬼注文するの、あの子ボンボンって感じする。誰がおごる、金に払ってたら一番年上の名人がおごる。その時はメニューさんが、まあ、じゃんけん買ったのもあるっすけど、まあ、じゃんけんやったら、じゃんけん残ったるわみたいなのあるんですか。3人で、はい、ない。じゃあミッキーや。なんでこれじゃん。もし名人またさ飲み会みたいなの誘われてどうするの。楽しかったのは楽しかったんですよ、うん、でやっぱアウェーすぎて全く酔わなかった。あ、そうなんです、で、帰ってから多分気が抜けて酔いが回ってたんですよ。そうだね、そんな気張っとって。この時名人がアウェーじゃない時なんかあるの。ホームで、ホームで、ホームで半分ホームみたいなとこあるよ。
力さんちが全部だから俺も修行という意味も込めて明治送り出してよかったなと思うけどな。いろんなこと経験した方がやっぱこうさ絶対大事ですね。苦手なところに行くっていうのもまだ一つの勉強やと。でも飲み会って結構最初は別にそんな仲いい人多くないの多いじゃないですか、うん、へえ。そっからね仲良くなってっていう、お酒で仲良くなれるみたいなね。そうそうそう、佐々木はそこもベテランのベテランじゃないですか。まあまあ、プロは本当に重鎮ですよ、もう。でもその技術で生きるじゃないですか。生きるっす。でも僕だからこう、みんなをこう、わーっとするのは得意なんで。飲み会開いてください、じゃあ。ミッキーは呼ばんけど。佐々木に帰ること毛嫌いすぎでしょ。今日も僕、家集合していた時に一言目、誰って言われたんで。それは仕方ない。なんでやねん。ミッキーはどうだったの？楽しかった？めっちゃ楽しかったですよ。めっちゃやっぱお酒弱かったんで頭ガンガンしましたけど、部屋としてももう一回行きたいですね。酔えたん？酔えたとかじゃなくて酔わざるを得ない体質なんで、もうどんな場所でも俺誰よって言いました。逆にじゃあそのネクステだけで行くっていうのも面白い。あ、面白いですね。僕はそれは完全方面、それは。うわ、マジで。そっちも別にそうなるとやっぱちょっと気が楽で。そういうことやね。俺のために歌ってください、レイニーブルー。やっぱでも飲み会って酔いすぎるとちょっとダメじゃないですか。うん、適度にやっぱちょっとこれぐらいです。これぐらいです。皆さんアイブは興味ないんですか。モモランドつけてたじゃないですか。知らんでね。知らないですか、うん。見てくださいよ。いや、ライブ一緒に行きます。いや、そんな時間ない。わかるわ。ミッキー普通にさ、コールとかもやるの。ライブ行ったら。もちろんやりますよ。マジ。今はあの練習済み。あ、声出せんのか。そうなんですよ。静かなとこ多いですね。ああ、なるほどね。はい、でももう平均の時は私待ってました、ね。誰か推しがおるってこと。これや。いますね。なんていう人。リズちゃんですね、アイドル。リズ、はい。見たことないな。みんなめっちゃ歌うまいんですよ、やっぱ K-POP の子って。韓国やばいもんね、踊り込んだもん。はい、もうレベルエグいです、マジで。あれしか分かんない。リセラフィム。ミワークサキラのやつ。ああ、はいはい。ルセラフィムの、俺ショートカットの子が好き。ああ、あの子めっちゃ人気ですよね。めっちゃオーラある。レベルエグいですね、あのグループ。めっちゃ綺麗、みんな。でもショートカットの子が一番いいな。そうですね、僕も思いますね、それは。かっこいい。松菜奈感というか、ちょっと独特なあれですね。マヤさんなんかのファンとかしたことないんですか。マヤさんメジャーやろ、メジャー。メジャー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 のシゲのゴロのお父さん。お父さんの2話ぐらいで言ってお父さん。あ、ええと誰かも言えないじゃん。まさか名人からお父さん出てくると思わなかった。お父さんのファン出てこんくなるじゃないですか。お父さんのファンがならへんやん。ホンダゴロじゃあ上級部さん嫌いなんですか、やっぱり。いや上級部さん好きやね。好きまずはお父さんとどっちが好きなんですか。後からのお父さんとどっちが好きなんですか。最初じゃないですか、それは。いや、やっぱお父さん。お父さんでしょ。でもガードとかそういうことずっとしてるんですけど、ガードってライブやってない、そもそもほとんどやってなかったんですか当時。でもマジ多分少ないと思ってめちゃくちゃ、あのビーイング所属のアーティストって伝説感もあるっすよね、なんかあの人たちは。ライブって行ったら結構わーってなるから。俺見たことないな、ちゃんと自分がそのお客さんとしてこうチケット取ってっていうのはあんまないな。やっぱ感動するんや。めっちゃ嬉しいですよ、まあ、チケットのドキドキからやばいっすよ。俺もう欅のやつ、欅氷こぶって富士急で野外ライブのメンバー見せてくれる。それ当たった時めっちゃ嬉しかったですね。そうなんや。今日もうほんまにだからオタク気質とかファン気質がねえな。そうですね、まあ、そういうのないからな。俺らのチームそんなあんまないよ。ない気がするな。感じ取れないですね。なんか初対面が分かるそれがないっていうのはもう結構そんなに食べたんなんで。深木さんもあれですね、バン中村のファンっすね。中村知ってるっすね。知ってるやんか、フォークがけて。その服装が、うん、だからファン中村のファンでしょ。あれでもかっこいいっすよね。ちょっと雰囲気持ってますよね、なんか喋り方がマジで、まあ、漫画に出てくる人喋り方ってかっこいいっすよね。で本当に俺はゾルティック家の人だと思いましたもん。なんてでもいいよ、うん、ゾルティック家のゼロでしょ、あれハンターハンター。完全にオーディションの時にウリダさんの先輩みたいな人いたじゃないですか、うん、はいはいはい、赤ちゃんって言ってた、うん、試合前に一回こう集まった時に僕これで行ったじゃないですか、はい、だからウリダさんにいじってんだと思われて、何のまま分かんないみたいな。あの人やばかったもんな。実際でも戦闘シーン見たけど実際強かったっすね。強かったっす。なんかネリネリしてましたよ、気楽に言うかと思う。体も結構ムキ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 あったもんな。ああいう人が強キャラっていうのがロマンありますよね。じゃあ一番もう漫画とか何でもあれで一番好きなものって何なの。キャラとかものとか何でもナンバーワン、そういうの発表していきますね。それがもうバン中村でいいでしょ。バン中村しか言ってないんですか。実在する人物でバン中村って。あれですよね。アニメとかでいいんですか。何でもいいとか、別に遊戯王カードでもいいし、それ何でもいい、まあ、作品でもいい、ワンピースとかでもいいし。それやったらナルトかな、やっぱり。ナルトが一番、ナルト一番好きです、僕はもう。ちっちゃい頃ずっと読んでたんで。誰が好きのナルトの。うわぁ、マイドガイ。
ガイ、ガイない。ガイ先生かっこよすぎて、ガイ先生超好きっすね。めっちゃ一人対立で忍者絶対やれへんって言われてる、まあ言ったら落ちこぼれになったからマダラっていうあのバケモンを認めさせるとこまで行く。パジャマトンコ、はい、うん、全部開くもんのある人。そうっすね、ヤガイクソかっこいいっすね、ガイ先生。しかもユーモアあるじゃないですか、ガイって。めっちゃ確かにな、うん、キルドラとかやばかったもんな、うん、でも自分ルールちゃんとストイックなとことかも含めて総合でガイ、まあ結構みんな好きっすけど自分の人生にめっちゃ影響を及ぼしましたね、ガイは。へ、努力の人って感じだな、ガイ、うん、自分の信じないやつなんかに、やつなんかに努力する価値はないっていう、あれめっちゃ刺さって。てか俺ミッキーで毎回思うけどさ、やけにさ、こうなんか引用元の画像撮ってくるの早ない、なんかあるたびにさ、こうストーリーっすね、ストーリーとかじゃないけど、俺の LINE 撮ってもなんかめちゃくちゃ早いね、なんか画像引っ張ってくるまあどうやったらなんだろう、頭にある程度入ってるんですぐ調べるよ、はい、パッてパッてくるし、異常に早いね、もうヒロアカとか特に好きなシーンとかは移動中にネットフリックスを音楽で聴いてるんですよ、もう。好きなシーンを、はい、音楽代わりに。マジで名台詞を、ね、だからもう好きなシーン、例えば、まあ、どのシーンが一番好きなの、ヒロアカ。ヒロアカめっちゃいっぱいあるんですけど、まあでも最近やったら体育祭でデクと轟戦ってるシーンとかめっちゃ結構好きっすね。分からへん俺パッて出てこへん、ヒロアカさんが見てない俺、呼び込んない好きなシーンを何回も見ちゃうっすね。それで気分が上がると、それを聞いたら、はい、見るってないな、俺は漫画ぐらいやもんな。キングダムだけは恐ろしい回数読んどるもんな俺。今も読み返せるって相当すごいっすよね。今もキングダム読んでますよ、無理だもん一回完全するのよ、絶対一回じゃ無理っすもんね、あれも。けどあのなんか文字の多さ、なんかもう一回戻ろうはちょっときつい。あー、分かるっすね、デスノート時間かかるもん、まあ、時間かかるけど、まあでも一巻から読むわけない、これ一巻から最近読んで、二日で50ぐらいいったの。はい、いや新しい発見あるの、ちょっとずつある新しい発見。いやでも、2回見返したらやっぱ変わるっすよ、まあ、キャラの名前とかやっぱ覚えるもんな、もっとさらに。まあ、キャラの名前俺めっちゃ詳しいからな。いや、異常っすよ、正直、うん、覚え具合はこいつまで覚えとんやんみたいな時やな、次に。確かに西洋とかも名前覚え出すからな。ワンピースの黒ひげのやつの別名言っとったやん、悪性王やったっけ。悪性王とか言った瞬間ビビったもんな、正直出てこへんもん、あんな名前が出てた瞬間別名なんか出てこへんっつよ。ワンピースここもやっぱようやく60巻ぐらいまで来たんですけど、めっちゃおもろいっすね。うんさあ、いやいやいや、谷さんどこまで読んだんですか今。空島止まってるじゃないですか。30巻ぐらいか、エデンのとこ。全然やルフィがいいっすね、めっちゃ。もうルフィ好きやん。ルフィめっちゃ好きっすけど、結構韓国のとこでもめっちゃ好きっすね、あの子。俺も全然ルフィとか好きになったこと一度もないわ主人公好きなことがほんまにない。嫌な見られたぐらいの主人公好きなの。まあダークヒーローだよ。ルルーシュとかも結構、ああもうかっこいいな、ルルーシュ。嫌な見られた、確かにエグっすね、カリスマ性。主人公がめっちゃ人気あるのってあんまないっすよね。うわ、確かに探してでもルフィが一番人気っすよね、ドラゴンボールぐらい。悟空嫌いな人多いっすけどね。でもナルトも一番人気やん、確かに。ナルト、悟空もルフィも一番人気っすよ。スラムダンクが一番人気誰だ。ルカワじゃない、ルカワか仙道じゃないですか。いや、桜木なんじゃない、仙道は。桜木やっぱ1位、2位だ、争ってるんじゃない。1位差し好きな人多いですけどね、結構。言っても桜木なんて、うん、もうするよな、でもやっぱあそこは。だけどおもろいし、おもろいし、かっこいいし、才能もあるけど、ルカワじゃないかな。サスケポジションだから、ハンドハンドキルアやもん。あ、キルアどうですね、ミハーもキルア好きな人多いですね。女の子がキルア好きな人めっちゃ多いです。キングダムが一番人気誰なの。うわ、それあれ、あいつですよ、盲点。女子がじゃ多いのかな。盲点が確か、前やった時ランキングやったら1位やった気がする。マジ1位だよ、王毅が最初1位やったから、ずっと。でも、確かそこから変わって盲点で、王毅、真がその次ぐらいだった気がする。王毅、未だにそんなとこいるんですか。はい、確か前だよ、ね、前2回3位いましたよ、王毅。王毅ってだって13巻ぐらい死にますから、ね、はい。でもやっぱ印象がね。で、陽炭はもう4か5位で、寒気確か5かぐらい。だから陽炭は寒気は上位を結構出るんですよ、確かに。かっこいいですね、どっちも。盲点なんだ。盲点はやっぱ強いし、しかもあいつってめちゃくちゃ賢いんですよね、実は。翔平君のところの第1期の合格者ね、軍略のその知識出て もうトップクラスに賢いって、実は。翔平君の次みたいな、武力もすごくて知能もすごいみたいな、李牧とか翔平君の若手バージョン、あいつがこういずれこう万里の長城を作るらしくて、ほんまにすごいじゃないですか。モーブルと、うん、モーゴル、まあまあ、入ってましたね。モーゴル将軍も好きやったな。おじいちゃんだし好きです、おじいちゃん連中。超と好きやったな俺、それやったら何さらしてくれとんじゃボケおじいちゃん連中って誰。野生のやつ誰でしたっけ、あいつ。この日を絶やすんでないぞ。ヒョウコね、めっちゃ好きやったっすね。ヒョウコ連覇あたりはちょっと渋いっすよね。これキングダム絶対俺カリオテンとキョウカイ両方とも俺奥さんになると思うんですよね。あの時代ってありえんからさ。あ、ありっすよね、うん、だって聖もそうやからな。聖も子供2人おるけど、出てきてない人の子供おるからな。メイさん何も見たことないですから、ね、今まで。逆にそれがすごいね。バッキー見てたよね。でもやめた。いや、やめたっていうか別に。怖かった、完結しましたよ。おもろかった。はい、俺がお示した死刑周辺みたいな。じゃあ剣の話とか見といて。メジでもあの初めの一本見せた。
テレビ番組出るんすか。まあまあそう。まあ名人の好きな好みより分かるから格闘技やん。そうっすね、まあ、格闘技系とか野球系は見えへんねん。メジャーは見えへんねん。テレビでやってた時はちょぼい顔すんなベイベーちょぼい顔すんなよベイベー永久に流れてくるからさあの歌が一番いいやろ。その時代はちょくちょく見てましたけど野球ファンが好きじゃないけどメジャーやっぱめっちゃおもろいな。もうそれだったら H2 はめっちゃおもろいですけど野球漫画。あ、見てないわ。足立みつるがもう天才なんですよ、作者なんですけど話の構成がめっちゃおもろい。足立みつるって落語がめっちゃ好きなんですよ。本当にこう頭がいい人の話の組み立てをしてるんですよ。すごい見やすいんですね。 H2 結構本当おすすめですね。野球ファンが最後まで見たことある作品ないですもん。メジャーも途中までなんで。メジャーってもう終わってるんですよ。終わってます。メジャー2やってます今。結局あれ1ほどだからヒットしてないんですよメジャー。まあそれはもう全部そうやん。ボルトもあるけど見たことあるけどボルトもやっぱ全部違うもんやっぱりレベルが。ボルトって作っとる人も違うやん。回答人が、まあ、それってドラゴンボールスーパーもそうだしな。原作が本人じゃないからな。全部そうですもんね。映画とかも基本1越せないですもんね。1越したことあるやつって何なんかな。あらドラクエターミネーターじゃないターミネータードラクエは完全に越せますねターミネーターあ、てかバイオハザードやったの知ってる。ネットリックスでドラマやってるバイオハザード。誰が主人公ですか。全然分からへん。オリジナルで撮ってる。1話で見たけどもう全然違う。いい方で撮る。ちゃんと見たらか分からんけど最後までミラ・ジョボビッチやったやん。あれと全然違うやん。これか。え、違うと思うで。えバイオハザードって面白いか。俺映画は好きでしたけどバイオハザード。ウェスカーの息子が主人公のバイオ6のキャラっすね。じゃあ知ってるミッキー。バイオ4から全部やってたんで。ミッキーホラーできるんや。全然大丈夫っす。蜂が一番怖いですね。でもあとはもうやっぱもう韓国ドラマがもう占領。六本木クラスは見てないんですか。見てないです。見てますよ。結構おもろいですよ。もう一緒っすよね。お父さんと似てるんですかね。お父さんみたいなんです。磯がチェチ、はい、はい、鬼長いキスシーンあるらしいですね。40秒ぐらいあるって言いましたまだ、ね、まだ見れてないですよ多分最新ところでしてる。イテオン見てないですね俺。韓国ドラマは弱いです逆に。今イテオンまた1位とかになっとるな。イテオンどんだけ。イテオン見た方がいいでほんまに。イオンじゃ俺バイオレレッドエバーガーデン2話だけ見たけど2話見てたのもしんどくなってやめた。うわほら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 。まあまあわかりますよ。あ2話見て面白くないね。10話まで絶対見てほしい。あの漫画アニメ好きな人がめっちゃ好きなあれ感じかというとそうじゃないと思います僕も。メンヘラの人でしょあれ。まあちょっとそれはあります。めっちゃ違う。いやめっちゃ面白いですけど最後に見たらなんかそのでもなんかその傾向的にそのいやもうなんか何かを見て泣きたいって思ってる人じゃないと多分、まあ、ジャンプ系好きな人とか好きな人とかは僕はその時病気だったんですよ。熱だったんですよでもまあなんか見たいなってなるじゃないですか。もう熱でもうずっと言えたらそん中でたどり着くのバイオリン絶対バカだな。期待はしてなかった最初、うん、で見るうちにえみたいなまあめっちゃ感動はめっちゃしますよ、ジャンプ系好きな人は10話まで見てほしいけど10話までとりあえず。あ俺には出すの感じしたけどな。世界観的にもまあ、まあ、結構頑張ってるよ。無理だったもん俺やっぱキャラが俺立っとるやつ欲しいからな。あ俺キャラクターとかあるもんねそこ。結構美術館とか好きな人は好きな作品。あ確かに確かに。まあ綺麗よね、絵が。絵が綺麗です。色が綺麗ね。物語も綺麗なんで、めっちゃなんか。そんな全く興味ないもんな。心躍る感じではないですよ。なんかその、まあまあ、ワクワクそれはそうだけど。この点が熱みたいな感じではないんで。なんか意外性みたいな別にないもん。ここでこう来たみたいな。あそれが変わるのかもな。めちゃくちゃ来た。見たんですよ見たけど、まあ2話しか見たお前さん結構僕、コードギアス見てくれました。ビビりましたけどね、結構びびりしたよ。おもろかったけどめっちゃおもろいです。超好き。ヒタルに見て2頭っていう、はい、まあおもろいの分かったよ。俺コードギアスと見たけど途中まで古いからあー、ね、映画ね小学生古いっていうのでなんかもう展開がもう分かってしまうね。だからなんかもうそれでもういいかってなったな。言うて僕ら小学生の人の話すんの。俺やっぱアニメ向いてへんと思った自分で。長いもんマジで向いてないんだ俺。ワンピースアニメだと絶対見れないっすね多分。漫画やから漫画やからっていう感じ。もう漫画やったら何でも大歓迎なんだけどな。漫画も結構俺は新しいやつ漫画ずっと知り続けたからな。ある最近なんかめっちゃこれ良かった、まあ、あるである。よあるもうなんか世界転戦を経営しかもうなくない。いやいやいや、まあ全然まだ一巻しか出てないけどこれはマジでおもろいってやつ行くいっていい。行ってください。スマイリー。スマイリー。これは宗教の漫画。なんか言っとった、めちゃくちゃいい。なんか言ってる気がする。でこれすごい表情。怖っ。これちょっとこれ絶対面白いわ。面白そう。怖っ。これはおもろいで。これ一巻しかないから見やすいで。これホラー漫画しかない。アイアムヒーローみたいな。漫画しかないから。いいっすね。えこれ完結なんですか。完結じゃないです。まあ、こっからっす。ちょっとグロイ系や。で、見やすい絵もほら、こんな感じで。あ見やすくて、でもちょっと恐怖的なとこあるの。カルト的な。うわカルト。めっちゃ好きだな。結構これおもろい。これ一回しかないけど、これはおもろいっていうのと。スマイル。ダウンロードしておこうかな。うん、これ買おう。あと、日本三国っていうのがあって。三国これも結構2巻しかないけどまだ三国系多いな。エンソーマン見たんすか。あ、見た。あ、そうなんですね。僕まだ見てないんですよね。マキマさん可愛いからな。
っちに行きそうね。コスプレしてる人めっちゃ多いよ。エグもな、天下の最後らへんの。ベルセルクがなんか続いてくれてめっちゃ嬉しかったわ。あ、ベルセルクめっちゃおもろらしいっすね。めっちゃおもろい、ベルセルク。友達に勧められてみたいなと思うんですけど、ベルセルク。パチンコあるっすよね、ベルセルクの。マジで、そうなんや。ベルセルクはマジで、俺が漫画史上好きなキャラランキングトップ5取ってたら、そこに入っとる人がおるから。なんかあるんですか、ベルセルク。もう40巻ぐらいまであると思う。もっとあるのかな、今。もっとあるんじゃない?50ぐらいあるのかな。エピソードがマジで、もうおもろいから。復讐の物語じゃない、ベルセルクって。そうなんすね。そう。主人公が復讐を誓って、ボッドハンドっていう5人の化け物みたいなやつを倒すために。あれはほんまにおもろいな。日本で一番売れてる漫画ってワンピースなんだよ。まあ多分ワンピースですね。でもずっと不動のなんかのランキングがワンピースずっと占めてたけど、鬼滅が1回だけ抜いたらしいですよ。鬼滅はい、後半みたいなんじゃない、確かそうですね。なんかで抜いたって言ってましたね。それぐらいワンピース化け物らしいですね。ベルセルクはマジ読んでないの羨ましいもんな。読んでないのあること羨ましいもん。名人だからもう最高やねん、ほんまに。全部だって宝じゃないほんまに。誰も勝てないですよ、そのポテンシャルで。そこだけで言ったらそれ武器にしていきましょう、これから。どうやって、あのかまいたちの俺トトロ見たことないみたいな感じの絶対見ちゃダメなのにもうでも見ないっすよ。お前らはもうお話見終わったけど俺はまだ3種見残っとるからな。トトロ見たことない、やばいな。トトロある記憶はトトロなんか出ないっていやでもあのでかいやつとなんか黒い丸いマリマリやつと あと小さい女の子ですもんね。そんな認識したやつ初めて見た。女の子の名前ないとベイビーとメイン。あ、それぐらい見たことないかも。カンタね。カンタ、うん、猫バスはおるやろ。あ、猫バスや。あんまないやろ。トトロなんかいろいろありますよね。あジブリあるよね。結構なんか限らないみたいな。結構多いっすよ。それで言ったらこれほんまにどうやったんか俺一個知りたいなって、はい、昔流行った 8.6 秒バズか。あーあーありましたね。あれほんまなの、何やった韓国のラッスンゴレライ。あれがなんかあの爆弾投下の合図みたいな。そうそう、ラッスンゴレライっていう言葉があって、ああ 8.6 で数字もなんか関連してたんですよ、速度かな。ちょっと待って言ってよ、ちょっと待ってこうっていう飛行機あってとか。そうそう、あったわ。あれほんまなの、できすぎとぐらいできすぎとぐらい、ほんまに都心説で。本人では何も言ってへんから、ね、否定したけど、それが原因で干されたからな、うん、それ言ってからマジ全く出なくなりましたから。そう、見えへんもん。確かに。だからあれほんまどうやったんやなっていうのはめっちゃ気になった、うん、俺めっちゃ当時調べたもん、めっちゃ俺それ調べるたびにすごい、これでしかないやろ。そうそうそう、全部言ってるみたいな。そうそうそう、会いすぎとった。いやマジそうだった。そう、あれはめっちゃ気になったこと。調べた前もバズーカーなんでね、なんか別やったとしても別に見えないですもん、あんな違うみたいな。こんなんできたってすごいの、調べたやつもすごいの、うん、それを柔道のたけさんが言ったっすね、最初に。あ、そうなんや。はい、なんかラジオかなんか忘れたっすけど、そっからもうみんなが言い出して、それで広まって全然見なくなったっすね。一世風靡してたけど、俺もほんま謎の一つやったな、うん、怖いで売れたな、いきなり。確かにヤバかったな、声かけてましたもんね、本人たちもネタやりすぎて。エレキテル連合さんもなんか出なくなりましたね。めっちゃおったな。いやいや、名前だよ、ダメダメな、あの思い出したら今僕あれなんで消えたか調べたんですよ、うん、ほんまか知らないですけど、トンコチカさんに挨拶せんかって消えたって書いてある。それで消える、すごい権力者やん。いや、わかんないよな、これを調べたらめっちゃバズった話があるもんな、はい、一発やった、最近でも一発やっておらんくらい。だからそういう似た感じもないんかな。まあサンシャインってことじゃないですか。サンシャインいけたきは、池田さんぐらいです。まだ出てないですか、ちょくちょく。で、あんまないわ。確かにネタ番組がないかもしれない。ないですね。あの最近は実力派の人がめっちゃ多いイメージですけどね。 YouTube でもなんか面白いみたいな、喋れる人多いんじゃん、うん、でも千鳥は YouTube やってない、うん、すぐ100万人いくでしょ、千鳥なんか YouTube 始めたら。でも YouTube の方が向いてそうっすよね、うん、まあやりたいもん、結構好き勝手やるじゃないですか。あ、てか今日なんですよ、ドロイって話です。1個も見てますよ。4万人やん、どうせ。へぇ、すごいわ。すごっ、天国 2.6 ぐらいだから1.4 万多いわ。だって何すげえわ、まだ今だってどれくらいやん、時間1時間ぐらい。どこの下りやんな、結構先やから。あのなんかだってまだボスできたやん。ボス出てきたやんって、もう4万4万でやばいなこれ。まあ、あれはちょっとおもろかったな。すごいな、一問でこんなんされたらもうたまったことないっすやん、こっちは。でもこれも正直反省会になるけど、俺と相馬さんをやっぱしばらく分けてもいいんじゃないかって思うな。それはやっぱりその見とって思うのが、やっぱトークがずーっともう喋り続けとうから、うん、見れてまうやろ、まあ、俺編集と思ったけど、ずっと見とける、それがなんか違うなって思ったの俺は。まあ、片方折ったらそうなるやん。おもろかったほんま、単純にあれは飛ばないっすよね、ボーンって。そうっす、そう、流れがずーっとある感じです。だリジャー店長好きなんやな、だから、うん、そう途切れないと。所属で言ったら注目で言ったらクリックする人の数が多くても、こう離脱しそうから当然減っていくのと、
増えていくので、じゃあ1000円からここまで膨れ上がったの。だってこれボス来てなくてこれやったらボス来ても5万円みたいなこと。やばいな、マジどうなるやろマジで。ボス来てやばいよ。だってボスが上がるもんね。もう1個目、うん、2段階ぐらい知らんよ、ね、見てない。知らないです。やばい、もう別世界やもんね。あそこもう完全にその周りにおる人めっちゃおもろかった。まあおもろ盛り上げやから、まあ、うまかったな。古文古文古文 A と B のうまかったな。お母さんもガリガリだったよ。ボスと通ったのとか言ったの。お母さんガリガリでさ大丈夫なんだよ。出会うの見た瞬間笑ってるのかな。もうなんかお母さんがガリガリすぎてキッチンハイブランド吹いてな。何が俺ったわ。36キロってずっと言ってたよ。軽っ。いやめっちゃ痛い。それぐらいやっぱなんかあともなんか異様なこうメンツが揃ってもね、偶然あれ引き寄せてまわせるよ。お母さんエグかったな、マジで。すごかったよ。でもあのなんか残りのシャンパン一気にしろるから、あ死ぬんちゃうの。全員心配しました。やったんでしょ。心配したもんな。普通チーム分けっていうのは難しいな。いやでもしかも多分あそこだから逆転で別にあの人らに、例えばミッキー、ロキマさんでやったってもあんな展開多分絶対ならへんのもんね。俺あれ俺のファンっていうところがスタートだったからな。あれ俺ゴレンだったあの展開絶対生まれへんから。確かにその分で僕も知名度があるっていうの強かったって。だってコブン A かコブン B がめちゃくちゃ前だったから。めっちゃ詳しかったよ。確かにめっちゃ詳しかった。そうそうそう。おっかいなんか手伝いした。そう。言ったそう。めっちゃ詳しかってそこからのスタートだから。いやあれはすごいけどほんまに。それがあったかな。俺がおったらその素人の人がこう寄ってきてくれるっていうこう性質があるっていう強みは。強いですね。あれ課題ではある。チーム分けで光るそのなんか。らへんかって展開を作るってことやろ。展開をトークでつなぐっていうね。一本でそうやるのはむずい。多分交互やったら全然見れるわけやん。そのミッキーのツッコミは結構レベル高いから、ボケレフトおった方がいいやろな。知識であれボケレフトあった方がいい。ミッキーの知識結構偏ってるからな。そこついていけるのって結局俺とか相馬さんとかなってくれよな。あ確かに俺と相馬さんより詳しいから、アニメとか見とく。もう名人も何も見えへんから、佐々木さんも何も見えへんから、もうここ二人がもう全部無理や。ミッキーのほぼボケとかツッコミ全部拾わへんから。言ってるお客さんもあんまないやん。テレビは偏っとうからな。名人今後笑うのほんま政治家野球しかないからもう。すぎるじゃん。ブラックジョークやろ。尖ったブラックジョーク。張本勲でしか笑わない。きついわ。ハリエが面白いことハリエ。もう老後やん。政治と野球でしょ。趣味が。政治だけ攻めるやつあんまおらへんし。そのジャンル攻めるやつ。攻めづらいっすよね。攻めづらい。だってもう通常会話ではタブーとされてる。美容室でこう言っちゃダメみたいな会話あるんですよ。たまにあれで政治野球ダメ、野球ダメ、野球ダメ、何なんすか。なんか応援してしてないで結構ああ阪神巨人でだからダメなんですね。今わかんないですけど、僕が入った時はあのこういう話はダメって、野球ダメです。そうなん、じゃもうメジャーアウトや。そうアウトみたいな感じで何もできないです。だからもう名人はもうモザイクじゃん。名人がこっちに合わせても、なんで俺らが合わせなかったんだ。名人お前が合わせてくれるよ。ストライクゾーンにまた投げながらボールを。でもベンチストライク投げたらホームラン使うな。そこ立ち投げなくなるよな、そのホームランを。まあそういうことも格闘技はあれなんじゃん、一応。あ確かに。もう佐々木さん切り入れた格闘技は明治も興味持っとうから。確かにこれだから俺もちょっともうちょっと知っていけば格闘技の話題はいけるかもな。確かに。でバン中村で鬼ほど笑っとったやつよ。確かにな。分からんけどね、バン中村って言う前から俺は笑い取れるの分かってたけど、正直もうそこでその名前出してくるっていうその意表で、しかもそれフルネームで覚えとんやっていう。まさかあれと思うよ、それ。あれとのなんか TikTok 見たことありますね。俺は TikTok 見たことあるんですか。あれですか、TikTok。 結構ね、おもろいですよ。個人アカウントやってるんですか。個人でやってます。どんなやつ。ショーとかなんかやってるんですよ。TikTok だと思うけど。YouTube やってますよね、あの人。 YouTube でさえね、やってるね。その前からなんか TikTok やってる。飯田さん見ましたね、飯田さん、飯田正成選手。ああ、やってる。 YouTube 質問もらってたの。やってた。好きなトトロらしい。基本ユニクロ着てるらしいですね。めっちゃ可愛い一面があったっていう。可愛すぎでしょ。ギャップエグいもんね。ギャップエグい。ブレイキングダウンでいっちゃん YouTube 伸びてて誰なんですかね。でもブレイキングダウンって米物なんじゃないですかね。確かに井原君とかそれでったらあれですよ、めっちゃ伸びてました。あ、そうなんですか。あの、ノンタイトルのマルコメ、マルコメ YouTube 一番高いです。5万、10万と取ったよ。再生数結構いいんですよ。ベンツ売ってましたね。はい、動画4本ぐらいでアベレージ10ぐらいいってます。結構すごいです。登録者1万超えててラバさんぐらいじゃないですか。結構なんで年数も買い取ったの。それ結構うまいんですよ。字幕とかそういう、俺マルコメは結構センサーだなと思って、まあ、YouTube 向いとると思う。でもああいう風になんか活かしてくれると嬉しいですけどね。人に嫌われないタイプですよね、あの感じは。うまいですね。あれよかったな、びっくりした。あんなレベル高いの仕上げてくるの。
はい、というわけでね、今回は72万人券ということで楽しく喋りながら撮ったんですけど、次回73万人突破したら、うん、まあ、ロケマさんも含めてこういう会開きたいなと思います。ただやっぱね、皆さんの力がないと73万突破できないんで、だからぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。いやー、やっぱイラコなんか気負いせずに飯食うっていうのがあんまないじゃないですか、うん、いいですね、これいいっすね、サブチャンネルならではの確かに良さ、開放感というかさ、ゆるい会話ができるっていう、うん、楽しいな。今の時代ほんまにこう YouTube はトークがめっちゃ鍵握っとうから、うん、俺らこのトークのコンビネーションだったりとかを磨いていくしかないよな。そう、違いっていうかほんまに思うな俺。その点においてやっぱこう相馬さんの存在でかかった。でかいっすね、まあ、すごいな、ほんまに喋、うん、りがうまいから、切り返しがうまいから、どんどん笑いとったわ、あの動画さん、やばかったもん相馬さん、うん、いやビビったもん相馬さん、やっぱあれ多分ボスとの話やろ、うん、いやすごかったね、切り返して相馬さんのあの返す、まあ、ちなみにボスっていうのはあの僕と名人と相馬さんの貧乏旅動画です。見てない人は見てください。あとミッキーとロケマさんの天国旅も動画見てください。最新でちょっと悪いんで見てください。おもろい、おもろいっす、おもろいっす。バーリスクこういくから、バーリスクでそっから食ってからもこういくから、バーリスクからのもうジェットコースターじゃないですか。いや俺だから、俺は正直元から喋ってたタイプだから分かるんだよ、喋れへん人の気持ち、どんな気持ちでこう YouTube 撮ったのかなっていう、俺分かるよ、なんやろあれ。そう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 、3人おったらなんとかなるんちゃうかなって思ってしまう俺は。え、多分やっぱ女の子おって喋るっていうのが多分むずいんですよ、うん、だって最初でよかったね、飯食った時とか。確かに女の子の絡みが多分あれやったな、俺も言ったわけじゃないけどな、別に。いや、なんかやっぱいてもあっこまで回せるのすごいですやっぱ、うん、あとその笑いがめっちゃ生まれたから、光る相馬さんって結局相馬さんがチートやったね、まあ、お互いお互いチート使いやすいんだよ、うん、それは俺と相馬さんでも2人揃ったらどんな状況でもやるかもう黄金コンビでもう強すぎて俺と相馬さん強すぎるからほぼどんな状況でもなんとかなってしまう。180度ずつ見れる、そうそうそう相手の苦手なところが全部カバーできる。だから正直別にもう何しても何とかなっちゃう、どっちかが何とかできるっていう強いですね、あれね。そう、もう背中合わせて最強ですもんね。そう、もう説現状じゃねえもんな、光と相馬やったら何さしてもどんな状況下においても動画撮れてしまうってそれめっちゃいいっすね。でもほんまそれぐらい俺も安心感がある人というか、うん、相馬さんに関しては。なんかただ喋りだけでできるけど、それしっかりちゃんとポイントポイントで笑いを取って、うん、行くっていうのがもう全然難しい。相馬さんがやった時に笑いのツボがめっちゃ似てない、ここまで笑いのツボが一緒だって。俺過去に俺幼馴染の恭平っていう名人を引っ張ってきた人間ぐらいだったから、笑う時一緒やん。だから俺と相馬さんって笑う時お互いの顔見ながら笑っとる時ない、たまに。あ、これってお互いが同じタイミングで笑っとうから生まれる笑いなんて、これになるのってラバさんでもないから俺、私ないよ、ないや、ラバさんでもないし、こっち宮迫さんはもう全然レベルが違うからないし、俺のも低いからないけど、梶原さんとギリギリあるかなぐらい。まあ、だからそのこと相性が良すぎるねんな、うん、強すぎるそこが。だからそれがあるから他とやった時にこうモンタリアさんっていうのはあるんかもしれない。だからそこも悩みどころや、チームのお父さんはそう分けるのももったいない気もするし、ね、みたいな分散してますよ。そうだからミッキーとロケマサがもうそれ聞き入れるし、メジャーもだってもう単独プレイヤーやから個人技やから、だからメジャーだからドリブルもせずに超ロングシュート、あ、もう後ろの辺が放り込んだよ、もうそれでセンターラインの もっと前からのロングシュートだからメジュそれしかなかったからメジュでもそれをしっかりとパスもらった時にゴール決めるメジュやっぱり60m だ。それも強いからね、結局エイス出た大竹やなメジュこのことで誰も前最初分からんかもしれない。鬼ほどドンピシャだったやな、漫画の時に人気付け鬼ほどドンピシャだったやな、漫画やったらエイスの大竹距離メジュマジでドンピシャだったやこれすごい。三振かホームランしか打たへんもう。でも佐々木さんやったらもっとうまくいっとった可能性だったな。そっち側が。ああ。佐々木さんうまいですか。佐々木さんの方が進行が上手い。女の子とかの絡みとかめっちゃうまいから。パス出せますからね。佐々木さんの方が多分マイさんより動画がうまくいってるかどうかの流れを感じる能力が高いな。ああ確かにそれは多分そうです。やったらそのまま行った方が良かったかもしれない。マイさんがだって一番楽しんでたわけでしょ。そうですね。カメラ界とかも一番やばい。マジでマジで入りてえって。なんでそれにしたの。入りてえ。向
き出したんですもん。楽しかったですね、俺でも。でもやっぱそこは見れてないんで、やっぱちょっと。でも俺らの課題で、うん、もし俺と相馬さんぐらいのこのゴールデンコンビが別で生まれた時、まあ、最強だ。マジで化ける。確かに。やばいことある。まあ、最強だもん。マジで化ける。だってすごくない？それで生まれた。まあ、すごい。だってどこ行ったってももう。そう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 。チーム分けてもおもろいよ。そう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 。で、一発やったときどっかにおるわけやん。どっかに。どっかに。独立言う、独立言うから。そう、傭兵みたいな感じだと思った方がいいな。明治神社チームでだからそういうのだからもう明治神社ってミッキーとロケマスがもう、うん、まあそうなる、まあ、一番いいイケメンコンビだしな相性はいいからどうぞ、まあ、若いしなこうノリも似とうから、うん、そこがこう爆発した時やバケモン集団になるとそうバケモン集団になる感じあるよな発展道場なんでそこ磨いていってほんまな、はい、それこそだから普段ヒカルチャンネル見てない人を2人取ってきて増やすべきやもんな、まあ、まあ確かにそうだから若い子取れたからもう伸びるもん絶対うん、まあ、今の人たちだからヒカルくんの感じが面白いトークそうトークの人たちが構成されたから確かにそれ以外の層を持ってこれたらワンチャン、うん、それたちがしたらこっちの方がいいってなるからね、うんうん、そうそうそう確かにそこやなとりあえず2人でオパフィックしかないんじゃない友情深めた友情深めた方がいいもんそれは同じ人で右と左でやったらいいじゃんそれは確かに友情深まりそう深まるそうちょっとそっち行ってみたいなまあすごいこう いい悩みやけどな、まあそうね、いい課題というかだって俺らネクストこんな完成すると思ってなかったよ、うん、今の完成度すごいと思うよだって夏休みで100万歳取るやから、まありえへんやんここまでやってきたけどもうネクストなんかやめた方がいいっていうやつおったけどせっキラ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 結局仕上げてきた見てなかったでも嬉しいけどな俺はここまで試行錯誤を繰り返してきたから長かったわガチ何年ぐらいかかったいやだってもうできた時から、まあ、結構かかっとるよだからちょ最初前さんがネクセンって言った時から考えたらだってもう 3,4 年かかっとんじゃんもう3年はかかっと経つんだよそっから相馬さんが入って結構いい感じになったけど、まあ、まだまだの中でミッキーが入ってちょっといい感じになってみたいなで最初に戻ってきてこうやんまあ確かにねほう、よかったな、すごいわグループってやっぱみんな積み上げて、うん、私俺らも若干家族感出てきたもんな、うん、ファミリー感ねファミリー感出てきたよな、実際なそれはやっぱこう、歴史が生んだというか、うん、それは嬉しいもんね、やっぱり嬉しいですねいや、まだ足りんやんそうですね、うん、プライベートもやっぱ大事やなと思いましたね、ほんまだからやっぱ俺若いの層が足りんと思うな、まだまだなでミッキーとロクマさんのおる力によって若い子が来るっていうのもめっちゃいいそうなんだずっと頑張ろう、マジで確かにな、ロクマさんがなんかランキングとか乗り出したらあまだ乗るまで知名度いってないミッキーとヒカルはおるもんおるな乗ってる、まあ、ほんま SNS 大事だと思うんすねロケさんがもうちょっとだけでも頻度上がればまあでも確かにな分かっるっすけどね、YouTube の頻度が高いんで、まあ、他いいかなってなっちゃうのも、うん、でも俺ちょっとインスタ本気出そうと思ってんの俺整理しましたよ、めっちゃそう、いや俺インスタグラムプロでやったんやえ、プロそう俺これめっちゃ面白い話やってインスタグラムで一般人で来ないけどインスタの会社やっとってその法則があるの伸びるそう、プロフィールから何からこれやったら伸びますよって全部教えてもらった俺全部したんやそれにそう、それにしてその理由があるの、それもなんかで、貼る写真もこの背景からあるんですよで、その子は普通に一般の子で15万ぐらいフォロワーがおってすごいね普通にその子芸能人級をインスタで繋がって DM でっていうテクニックも持っとったってなかなかすごかったこれもそうっすその子のアドバイス聞いてある程度頭入ったんでそれぞれやってみようかなって一回審議していいかなと思って結構ねだからまあ言ったらさすがにあれやからね、まあ、ここで言えへんけど、うん、実はね出会ったんですよ、それも飲み会で出会ったああいい、すごいなんか最近の俺飲み会で俺3つぐらい仕事結構持ってきとくからねいい出会いがあって結構すごいんだよなんか確かにすごいそう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 エイズも飲み会行きましょう一緒に行こうそれはもちろん行こう言いましょうでも結構ね、楽しいように見えたけどな、表情みたいな、まあ、なんだかんだね、うん、だから2回目行けば多分もっと楽しいはずなんですよ、うん、だからメイジは別にあくまで仕事で行けばいいし被害者として行けばいいわけやんあー、連れてこられるね罰ゲームですからね、僕人の誕生日罰ゲームって言って人からね本人に言ってますから、うん、罰ゲームで来ましたそれでやっぱこう名人が成長していってねプライベートあった方が俺らもエピソードトークできるからさ、うん、まあそれでかいね共通の話題ができるやんそれが大事やんやっぱり共通笑いになるよそう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 、うん、やっぱそれグループ以上はみんなそれがすごい小中高一緒に過ごしちゃったらそれすごい思い出がすごいあるもん俺と名人が小中高一緒に過ごしちゃったらヤバかったと思うよ、うん、普通に、うん、それがないから俺らは今から作っていくしかない、うん、しかも小中高で言ったら絶対もっといろんなことに関心持ってましたねアニメとか一緒に多分小中高過ごしてたら明治今みたいな人格じゃなかったと思う俺死ぬ遊びにやったと思うで明治がその世界線ちょっとないその世界線な、うん